蘇街道69寺、寒街、近江名所図へ、木曽名所図へ、西夷船宿は、近江国酒田郡にあった中山道61番目の宿場であり、現在は、滋賀県米原市寒街に位置する。2015年4月24日に、文化庁の日本遺産として認定された、琵琶湖とその水辺景観祈りと暮らしの水遺産の構成文化財に選定されている。清の清水地蔵、川清井は、古代からの交通の要衝であり、大和武伝説に登場する、古事記のイサメの聖戦並びに、日本書紀の伊勢井が地名の由来とされる。関ヶ原を越えて、東西を結ぶ東山道の王冠に位置し、その地名は中世、鎌倉時代の日記紀行などより認められる。寒街宿は、近世、江戸時代に、中山道の宿駅として整備された。天保14年の中山道宿村対外帳によれば、寒街宿の家数は138軒、内本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠11軒、宿内人口は539人であった。寒街宿の南東に位置する、霊山山からの豊富な湧水があったことが、旅人の休憩場所に最適であったに違いなく、今日も、地蔵川の清らかな流れが街並みを潤している。古事記のイサメ聖戦や日本書紀の伊勢戦が聖遺の地名の由来と言われる。東近郊の梓地区とともに古代東山道の横川駅下の飛停地の一つとして知られ、一説に聖遺の西側を南北に流れる入川を渡る場所とされ、同じく壬申の乱における沖永横川の戦の地とも言われる。聖遺は中世にかけて、官道の一つであった、東山道の宿駅としての役割を担っていた。応仁2年の大乗院記録には、京都より鎌倉に至る宿に、助目都儀があり、永禄元年に、興福寺光明院の実暁が記した、実暁記の東海道63宿の宿次次第には、助目会と記されている。鎌倉時代、仁治3年8月の京都から鎌倉までの行程を記した東漢紀行に音に聞きし、生涯を見れば影倉危機の下の岩根より流れいずる清水、あまり良識まで澄み渡りて、誠に身にしむばかりなりなどと記され、道のべの木陰の清水結ぶとてしばし両間ぬ旅人ぞなきと歌われている。また、歌人阿仏によるいざよい日記には、弘安2年10月18日に通過した際、聖が、井という水、夏ならば、打ち過ぎましやと思うに、勝人は、なほ立ち寄りて汲むメリとあり、結ぶ手に濁る心をすすぎなばう清の夢や聖が、井の水と呼んでいる。室町時代の二条義元による正平8年、文和2年の紀行、小島の口ずさみには、かくていくほどに、松の影そびえたる岩根より湧きいずる。水の流れ、井と清を澄みて、誠に世に知らぬところと見ゆ。ここは、生涯なるべし。やがてまた三ありて、小先、同期よしげなるに、これも岩根よりいずる水、た、ぐひなし。ひさこというものめし出て、手洗いひなどして、かぐ。井とめでたき水なりと記され、今よりや憂えかりし夢も生が、井の水の流れて、末を頼まむと読まれている。一条。兼吉の文明5年の紀行、藤川の紀には、聖が、井というところ、清水、岩根より流る。一筋は、上より、一筋は、下より流れて、末にて一つに流れ、合府。誠やらん、美濃の養老の滝に続きたりと言えりとして、夏の日も結べば、薄き氷にて、暑さややがて冷めが、井の水、岩金を分かれて出る聖が、井の流れや終わりに合う。道の末と歌われる。また、漱石の、ミノロ紀行には、聖遺は、養老の滝の流れと聞きはべれば、さりともあへず、この水を結びて、結ぶ手のしわまで伸び無生の老いを養う滝つせの末、とあり、聖遺の清水は、養老の滝の伏流水であるとの伝承が認められる。中世の東山道の宿駅としての機能は、江戸時代の中山道の宿場に継承され、慶長7年、徳川家康による中山道の天満制整備に、伴い、寒街宿が設けられた。享保9年までは天領であり、それ以後、郡山藩領の飛び地となり、石高は528石余りであった。資料によれば、享保9年の人口は913人、享和元年の家数は187件であったが、その後、天保14年の中山道宿村対外町においては、539人、138件となっており、旅籠も、享和元年の24件から11件に推移している。中町に本陣、脇本陣が各1件あったが、享和元年には2件の脇本陣が認められる。比較的規模の小さい宿であるが、問屋場は中山道、東海道を通じて一番多く、享和元年において7箇所にあり、さらに元禄年間の記録には10件が認められる。鮫貝宿の御帝天満と人足は、元禄3年の広州鮫貝宿御天満役人足役や数の里氏には、それぞれ50匹、50人と記される。しかしながら同年、柏原宿は、鮫貝宿とともに、宿場25匹として、合わせて御帝天満50匹としたことが知られる。ただし、正徳2年の鮫貝宿明細帳にも、50匹、50人とあることから、公的には規定通りに記載するが、実際は半数であり、天明8年には、原則50匹、50人として、上り方と下り方それぞれ片道25匹、25人としている。天保年間にも、同様の記載が認められるが、中山道宿村対外町においては、あくまで50匹、50人とされている。宿場の運営に携わる、宿役人は、問屋2人、問屋兼年寄5人、年寄2人、馬刺し2人、人足師2人で、5から10日交代であった。また、問屋役人が、寛文年間には12人いたとされる。宿場の運営には他にもいくつかの役職が認められるが、鮫貝宿においては公的な運営は庄屋が担っていた。鮫貝宿の職業は、享保9年の明細帳によると、医師2人、針師1人、内大工3人、桶大工3人、木こり3人、甲屋4人、刺し物屋1人、干物屋1人、畳指1人、塗り屋1人、酒造屋5人とあり、また、大豆前売り9人、千屋2人、菓子屋1人、古金屋1人、味噌塩屋2人、木薬屋2人、他国への小物商売1人が数えられる。ただし、多くは、天満役や旅籠に従事しながら農業を営んでいたと考えられる。1889年4月に町村制が実施されると、酒田郡の征夷は同じく一式、しおり、上入、下入、呉が畑の各村とともに酒田郡鮫貝村になる。1956年9月には壱郷村とともに米原町に合併し、その後、2005年2月14日に、山東町、伊吹町と合併して、米原市となった。米原市鮫貝の人口及び、世帯数は、2015年10月1日の国勢調査によれば、673人、256世帯となっている。鮫貝宿の南には、鈴鹿山脈の北端に位置する、霊仙山があり、豊富な水量を有する、伏流水が、北麓にある、西夷の湧水に始まる、地蔵川や、入川及び宗谷川を形成し、北側を流れる天の川に合流する。また、北には伊吹山地の主峰である、伊吹山があり、内陸の西夷には冬季に積雪が見られる。猿滑りが咲く頃に地蔵川の中でバイカモの花が、開く鮫貝宿に沿って西方に流れる、地蔵川は、西の清水を水源として、いくつもの湧水により形成される。川の幅約3メートル、水深 0.5 メートルで、小川の岸辺に石積みが施され、川戸と呼ばれる水際の洗い場に降りる石段が設けられている。江戸時代後期の近江名所図会巻要位並びに、木曽名所図会の征夷には、町中に流れありて、至って正史、官書にも、増減なしと記されている。水道が完備される1962年まで、井戸水とともに飲料水にされ、かつて宿内の東側は井戸を使用するものの、西側は水流を利用していた。また、野菜などの洗い場のほか、生けす、花器にはスイカなどを冷やす、生活用水として利用されている。地蔵側には、水温15度前後の湧水に成長する、近方下科の沈水植物である、バイカモが見られる。例年、5月中頃から9月にかけて、小指の先ほどの大きさの花を咲かせる。その清流には、トゲオオ科の希少な絶滅危惧種であるハリオの生息も知られる。1996年には、地蔵川とハリオを守る会の市民活動が開始され、2005年に捕獲禁止、2008年より、県の地蔵川ハリオ生息地保護区に指定された。宿内の地蔵川を渡る今日のサメガイ大橋及び、生協は、1997年3月に、竣工した。このサメガイ大橋のあたりには、明治時代、新川通線の船着き場が設けられたこともあり、鉄道が敷設されるまでの10年間、地蔵川より天の川の本流と合流し、その河口となる、琵琶湖の浅妻港に至る輸送航路を結んでいた。地蔵川に架かる、サメガイ大橋地蔵川沿いに、宿内の町並みは、東寄鴨神社や、地蔵堂のある、新町、本陣や、脇本陣があった、中町、そして小鮫貝町へと続いていた。宿場の両端には、見附が置かれ、東の新町の見附に、枡形が設けられており、二度曲折して、坂となる。天保14年の宿内町並みは、東西8町2県であり、地蔵川沿いに中町があり、かつてたもとに考察場があった、サメガイ大橋あたりまでが、サメガイ塾の中心であった。サメガイ塾の参加寺である、源海寺、良徳寺、法善寺は、サメガイ大橋の東側およそ100メートル以内の南、北やや奥に位置する。本陣は、かつて、中山道の往来の南側を流れる地蔵川側にあり、天保年間の脇本陣は、本陣のやや東、街道の北側にあった。旅籠は、サメガイ塾の絵図によると、全11軒が、街道に直接面した北側に位置し、同様に、客引きの必要性により、茶屋などの商店の多くも北側にあった。近江名所図会には、この清水の前には、茶店ありて、常に茶を入れサメガイ餅とて名産を商う。夏はところてん、そうめんを冷やして旅客に出すと記され、太田南歩による、今日は2年の神術紀行には、この駅にサメが、いもちうる家多しとある。名物として知られた、サメガイ餅は、およそ幅1寸6分、ないし4から5分、長さ4から5寸ほどの薄い短冊型で、黄、白、赤の3色があったと言われる。かき餅と同じく、もち米をついて、薄く切り、藁で網陰干しして作られたと言われ、日持ちする食品として、贈答に珍重され、献上品にも使われたことが知られる。問屋場は、南側の地蔵川側に4カ所、北側には3カ所があった。サメガイ塾は、西側の小鮫貝町に続き、西端の六軒町に至る。木曽街道69時にある、歌川広重の川、この付近の情景を描いたものとされる。鴨神社より、サメガイ塾を俯瞰湾県石などがある、遊水地聖地蔵堂サメガイ木彫美術館、良徳寺のおはつきイチョウ十王水の、灯籠サメガイ塾は、柏原塾より一里半、番場塾まで一里の距離にある。1937年7月8日、詩人、作詞家の野口雨情並びに作曲家の駒井一葉を招待し、新民謡、サメガイ小唄の詩作、譜曲がなされた。サメガイ小唄普段桜と菊祭年冬の最中も、花が咲くおこしかけ石倉かけ石も思えや、幾年水の中間罰続きにやしり冷やし地蔵に、かけりや恵みの雨が降る相手尽きないいさめの、清水の木場伝碑に流れゆくマスになるなら、宗谷川の世紀流れの虹マスに、琵琶湖帰りにや、聖衣、およりここにや名高い養尊場忘れなさるな聖衣町は、南稜前北、伊吹西行さんでも浮き名を残す。今につてはる淡路塚けやり先箱昔を忍び今に、懐かし中山道近江サメガイ養尊場は、今じゃ、世界に、名が響く役の行者の建てたる寺は非行。観音松尾寺養父イチョウは、サメがイチョウで見たか聞いたか両徳寺香る青葉にマスさえ、踊る系で、マス釣りや気も晴れる、宇城四作の音、旅の風草、継承地、征夷1954年10月15日。ありがとうございます。